いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小石でございます。よろしくお願いいたします。何より立ち位置が違うの気づきました。なんとなく難しいなと思ってたんですけど、もうすっかりなんか相方みたいになってるんで、すいません、すいません、今日逆になっちゃいました、はい、さて、松屋銀座さん来ておりますけれども、はい、いいですね、盛り上がってますし、あの、そうですね、この回って本当に女性の気持ちを満たしてくれるものがいっぱいあるじゃないですか、うん、もう靴買って、バッグ買って、はい、お洋服買って、はい、いいストッキングで靴下もあそこにあるし、私そういえばソックスって松屋銀座でしか買ったことない。知ってる、いつもここ来た帰りちょっとあそこで靴下買ってくる。いつも買って帰ってるよね。知ってる、そう、旅行の時もわざわざここに来て、はい、ソックス買ってます、はい、私今日ね500円の商品券が3枚あるの、帰りにお弁当買って帰ります。私のソックス買って、分かった、買ってあげる。ということで、おっといて、今日はですね、はい、マディエストさんに来ていただいてます。はい、お呼びしましょう。よろしくお願いします。だいぶこのアホな私たちにも慣れてきてくれてありがとうございます。ありがとうございます。マリエストさんって普段どんな生活したらこんな人間になれるんですか。確かにどんな生活、皆さんと同じ生活、早起きを心がけるとか。早起きはもちろん早いです。あ、何時ぐらいですか。5時半に起きてます。5時半、何時にねんねするんですか。あ、でもね、早いです。10時から11時半とか、そのくらいの間。あ、じゃあ結構きっちり睡眠時間は取るようにしてます。はい、やっぱり寝るのが一番回復、肌の回復はいいので、ね、睡眠一番大事です。いや、これはね、60超えてくると寝ないの、そんなに長く寝るのもね、体力入れていますもんね。4時間ぐらいで目覚めちゃう最近。確かに、いやもう今のうち寝だめしてるんですよ、若いうち、はい、いやでもそんなマリエストさんにどんななんだよっていう感じですが、はい、今日は、いくつかね、あのパターンで、あの今配信分撮らせていただいてるんですけど、はい、ちょっと選んでいただきたいシリーズがあるんですよ。はい、小林さん、スネークのスワロスキークリスタルをソーイングしたシリーズの中から、今スネークって、ラリーアーターですとか、うん、ホワイトパールアイズのブガータ、はい、いろんな種類があるんですけども、ちょっとマリエストさんにご覧いただいて、はい、エレファンテ、リラ、ネイビー、ホワイトパールアイズ、うん、はい、いろいろございますが、はい、悩むこのスネークのカラーね、そう、中でなんかこう物によってこのツヤ感がちょっと違ったりもして、ね、そうなんです。スネークの種類が違うのと、あとはまあ仕上げが違うっていうのもあるんですけれども、ね、うん、あと今照明でやっぱスワロが、うん、光ってて綺麗、これですよ ね、たまんない、うん、スネークって持ってらっしゃるものありますか。あのね、昔あのそれこそスネークのお財布、はい、お金ね、ちょっとたまんじゃないかなみたいな、皆さん経験あると思うんですけど、はい、今でも使ってます。私もです。そういう経験ありますけど、しがみつく人生です。はい、カバンはないんですよ。ああ、そうですか。そうそうそう、今回そうね、うん、いつもの私ならこれを選んで、ネイビーを選んでいるんですが、はい、ちょっと今年はちょっといつもと違う自分で、うん、でなんかなんとなく引き付けられるのこっち、エレファンテ、うん、この色味がちょっとぜひいいかな、いいかな、なんかこういいかな、そうですね、ナチュラルなスネークの、うん、その模様に少しグレーの、うんうん、なんかこう大人なストーンの色が、うん、そのちょっとクールビューティーマリエスタさんっぽいところはある、うん、確かに確かに、あ、そうか、うん、なるほどね、なんかこれ好きです、うん、うん、いい感じ、いいですね、ね、そして斜め掛けをしない。え、なんでなんで。私と稲垣さんだったら、稲垣さんこれ、あ、今日は特別にこれを持たせてあげます。あ、いい、これ、はい、え、じゃあちょっと見ていい、はい、ほら、すんなり斜めが見えちゃうんですよ。あ、そっか。私たち、なんかこれがやっぱ世代ですかね。え、世代、世代、そんな、そう、いやいや、十人は違うじゃないでしょうか。そうか、手が開かないと嫌なの。あ、嫌なの。持つのこっちとこっち。マリエストさん、こうやって持っても、もうこちらも持っていただけて、うん、お揃いで、お揃いで、ボーイングです、ね、素敵、いや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 、うん、これはもう
決めです、ね、なんかお洋服シンプルにしてここでもう見せるって感じが、上級で普段お洋服シンプルなの、私シンプルです、模様のお洋服着るのちょっと苦手なので、柄物は着ないんですよ、縦縞も点々も着ないです、点々苦手です、まあ落ち着いてる方ですけどね、これ点々着ない、私は大体無地なんです、無地ですけどね、そう、それでも着ない、着ないです、無地が多いなので、こういうカバンで結構アクセント好きですね、意外と。でもこういう方ってパジャマ、パジャマ花がOKエッセルで映えますよね、はい、ピンクの花なんかそこはね、ちょっと遊びたいレディーはね、はい、でもじゃあそんなちょっとシンプルな普段の服装の中にもやっぱりスネークってピタッと相まりますね、なんかやっぱりアクセントになるのと、あと軽くないですか、すごい軽いです、それは確かに、なんかふわふわするぐらいだと思います、ちなみにあともう可愛い、結構惹かれますよね、これね、でも普段黒のお洋服も多いです、黒にもこのね、合いますね、エレファントだったら、そうですね、ちなみに普段の私だったら選んじゃう、これもちょっと持ってもらってもいいですか、はい、ちょっと見たくなっちゃうね、やっぱモデルさん、素敵、あ、なるほど、もちろんもちろん落ち着きます、落ち着くけど、でもエレファントがいいかもしれないです、ね、小林さんだったらマリエサさんに聞かれたらどれを勧めちゃう、だから前掛けやめなさい、マリエサさんに、あ、でもエレファンって、そっか、確かに、今日はエレファンって、今日はエレファンって、はい、はい、なんかこのナストルスピラートのグレーもぴったりな気がする、ベージュとグレーのこのコンビネーションいいですよ ね、すごい、このおしゃれが上手な人します、素敵、スネークもぜひぜひ、まだね、スネーク ADMJ お持ちでない方も、ぜひあのこのモバイルポーチからスタートしていただいても、すごく便利にお使いいただけます、店頭に全部あるんですか、店頭にあるんですか、店長、今日は前職はちょっとご用がないのでお探しもできます、はい、お探しもできる、はい、ということで、はい、島田さん、すいません、はい、ありがとうございます、お客様とお話しする大失礼いたしました、こちらですね、担当は、広田さん、黒川さん、武田さんです、東京03-5524-5805直通番号となってますので、松屋銀座3階、こちらにぜひお問い合わせお待ちいたしております、ということで絶対これお似合いだと思いますので、マリエサさん、はい、ぜひぜひこちらもご検討ください、だんだんこじゅうり始めちゃった、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。